今回は提携杯のレジェンド戦見ていきたいと思います。黒番が宮沢九段で白番が竹宮九段ですね。でここで三三に入ったんですよね。まあ、竹宮九段、昔は模様を張ってね、宇宙流を作るっていうそういう印象だったんですけど、最近はかなり打ち方が変わってきまして、模様を張るというよりは最近地に辛い印象なんですよね。もう棋風が真逆にもう変化してきたんですよね。なので最近はですね、AI の影響もあるのかなと思うんですが、積極的に隅の地を取っていくっていうね、打ち方、そういう風に棋風がね変化してきたのかなと思いますね。でここも隅を取って、これに対してもしっかり隅の地を取ったんですね。でこうやって、でこちらに切りまして、これ足早ない手でしたね。ここで黒が手抜いたんですね。下辺守ったんですね。これ足早ですね。ここは取ってる手も大きいんですけどね。取ってる手も大きいんですが、取る手と三々に打つ手が見合いということで、この黒は手を抜いても強いしという判断したのかなと思いますね。取る手も非常に本手で大きい手なんですけど、取ると白下辺入ってくるんですよね。打ち込んできて、こういうような感じになりまして、こうやってね、下辺は一応白地になりそうですからね、こんな風にね。で、下辺、地を荒らされただけではなくて、左下の黒もね、ちょっと分断されると弱くなりますからね。下辺が大きいという判断ですね。で、こちらに打ちまして、白、これは気合の一手ですね。黒が打たなかったところなので、白が打ちましたね。で、この時に、こちら隅すぐに押さえたんですよね。これがちょっと気づきにくい一手でしたね。どうして気づきにくいかっていうと、これは、白手を抜ける場所なんですね。手を抜ける場所なので、すぐに受けるっていう手はですね、これは、しっかり、白が弱い石ができないようにしっかり守った本手なんですね。非常に落ち着いた、冷静な一手でしたね。ここでは、例えばですけど、白としてはここ滑られるのが地として非常に大きいので、滑られるのが嫌だったということなんですね。他の打ち方としては、滑り打たれても大丈夫なように、この白石を働いて守るっていう打ち方もありましたね。例えば、自分の石を守る手も冷静でいい手なんですが、相手の石を攻めるのも守る、相手の石を攻めるのも守る手になるんですね。例えばこういう風に打って、この右上の黒を攻めていくと。で、なんか黒が滑ってきたら、もうどんどんこっち、自分の石を守らないで、ひたすら相手の石を攻めると。で、これは黒が弱いので、何かこういう風に受けないといけないんですが、こういうふうに受けさせて自然と、こうやってね、自然と白石を守ると。で、もうどんどん手抜いちゃって、もう大きいとこどんどん打っちゃって、こんなふうに右辺を広げていくっていう打ち方ありましたね。ここの白っていうのは相当何手も手を抜いても大丈夫な石で、張ってきたら桂馬に打つと。外側空いてますからね。で、黒が何か上から打ってきても、なんか押さえていけば、これすぐに生きることができますから。結構、手を抜いて足早に打つっていう打ち方もありましたね。これは、どう打っても一局なので、棋風の問題ですね。白は弱い石ができないっていう、弱い石ができないように最優先でね、守ったんですね。ただですね、代わりに黒がこちらに打つことができますから。
まあ、評価値は白が若干いいんですが、まあ、これ人間の感覚で言うと、まあ、黒は打ちたいように不満、打ちたいように打ててるのかなと、黒不満ないような布石で打ててるのかなとは思いますね。人間の感覚ではね。で、白下辺入ってきましたね。で、打ち込んできましたね。この打ち込みがいい手でしたね。これでなんかここら辺黒字できそうだったんですけど、だいぶ黒字をガラガラにすることができましたね。で、隅結構大きな白地ができましたからね。這う手もありますし、切り取る手もありますからね。まあ、ここら辺が見合いになってるような状況なので、隅結構大きな地で生きることができましたね。まあ、ここの打ち込みの攻防、下辺の攻防は白が少しポイント取ったのかなと思いますね。で、ここ隅が冷静でしたね。これ見るとやはり竹宮さんが相当地に辛くなったというのがわかりますよね。ここ別に必要な一手ではないんですが、手抜いて他の、まあ、大きいところ打てるんですが、まあ、実戦黒こちらに打ったんですね。例えば、白は手を抜いて他の大きいところ打てるんですが、まあ、こういう手とか、牌とか結構、まあ、大きい場所たくさんあるんですよね。打てるんですが、こう2線の、黒から2線のコスミが逆に、黒から打つ手は先手なんですよね。こういう手を先手で利かされるのが嫌だったと。これがやっぱり地に辛い。辛いですよね。まあ、こういう手は先手で黒からの権利としてありますし、まあ、状況によっては置くような手もね、まあ、隅の白が死ぬわけではないんですけど、こういう置く手も、まあ、狙われる場所ですから。まあ、ここはしっかり地を稼ぎながら、まあ、2線のね、ここの裾分けもあって黒地がだいぶ減りますからね。非常に大きい手なんですね。もうね、最近の竹宮九段はですね、特にもう地を積極的に稼いでいくっていう印象になってますね。で、こういうふうに打って、で、ここのね、白のさばき具合がどういうふうになるのかということなんですが、これここから動かなかったのいい手でしたね。別にこれ、この石から動けば簡単に真ん中逃げることができるんですが、これ逃げないのがいい手でしたね。で、黒が気合で、まあ、白が打たなかったところを連打して、こういうふうに打って、こうやって。これがね、やはり竹宮九段の新しい打ち方でしたね。この石は捨てちゃえばいいんだと。逃げなければいいんだと。3子はもう上げちゃえばいいんだっていうね。これがね、正しい判断でしたね。これが、取られてもまだ3つなのでね、軽いんですね。なので、ここで取られたんですけど、まあ、ここで増えた黒地よりも、ここで増えた白地も大きいので、この振り返りっていうのは白が全く不満ないんですね。しかもこれ弱い石を先手で処理して、また白が好きなところを打てるわけですからね。ここ白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。この時点で白優勢かなと、はっきり優勢と言っていいかなと思いますね。評価値も98%ということになりましたね。だここら辺がやはり、まあ、相手に模様を張らせてるんですよね。逆に相手に模様を張らせて、まあ、自分はしっかり地を徹底的に稼いでいくと。この打ち方も、相当ね、いや、強いですよね。この打ち方でもいけるんだぞと、まあ、新しい打ち方を見せてくれてますよね。ここも冷静でしたね。これは、なんかこれ打たなくても取れてるんですけどね、すごいしっかり、じっくりしと、まあ、相手からのここら辺の利き筋を消した手ですよね。完全に相手の利き筋を消して、で、これも勉強になる一手でしたね。これ単に受けるのは利かされという判断ですね。まあ、単に受けるのは黒からつける手とか、後に残りますからね。まあ、相手の石を重くして、まあ、次に白がここに伸びる手が大きいので、まあ、黒も跳ねましたね。まあ、これで白も先手取ってということですかね。で、黒はどんどんね、
黒は模様を広げて宇宙流ですよね。で、こうやって、まあ、白が、こう、つけた手がね、こう、切った瞬間、つけた手がいい手でしたね。これも状況によっては、この4子を捨てる、まあ、状況によっては捨てるということですよね。は、まあ、真ん中減らせればいいということですよね。で、受けてくれたので、こう、切った黒石取ることができましたね。ここも白が少しポイント取ったかなと思いますね。抱えれば、この切った黒石取れてますんで、これはやはり、取ることができれば白は不満ないですよね。で、取れば分かりやすかったかなと思うんですが、取らなかったんですね。さらに厳しい打ち方していったんですね。で、ここで一応取ることができましたんで、一応取ることはできましたね。で、もう一手かけまして、で、一応これ先手でカバーして、ここに打ったんですよね。ここもすごい手でしたね。これ形を決めに行った手なんですね。で、ここに打ちまして、こうやって、ここにぶつかりましたね。これぶつかったので、ちょっと評価値がね、だいぶ黒上がってきたんですよね。これぶつかりは少し地を損してしまったかなと思いますね。これは、まあ、この形っていうのは黒の曲がりが利き筋なので、これに対して実戦ぶつかったんですけど、引きの方が良かったかなと思いますね。これはっきり引きの方がぶつかるより良かったかなと思いますね。どうしてかっていうと、ぶつかりだと黒からここに切る手が残っちゃってるんですね。この切りが残ってしまっている分、白が地を損している理屈なので、これは白がかなりここの地を損してしまったかなと思いますね。で、こうやって。で、ぶつかったんですけど、この急所に打たれて白の形がだいぶ崩されてるんですね。だここに打たれてしまうと、評価値も先ほどまで98%あったんですが、だいぶもう形勢不明になってしまいましたね。ここら辺の攻防なんですが、まあ引きで、まあこれで白連絡形なんですよね。ここ黒遮ってく手はそんな怖い手ではなくて、大丈夫なんですよね。例えばこういうふうに打って、こういうふうに打って、こういうふうに打って、まあ黒がここの白石をですね、一生懸命取りに、こういうふうに取りに行ってますと、ここに跳ねられて、この上辺の黒石が死んじゃうんですよね。なんかここに打っても置きでスペース足りないですから、遮ることができないので死んでるんですね。まあこういうふうに打っても真ん中からつけて跳ねて、これもスペース足りないので死んでるんですね。これは死んでる形なんですね。なので結論としては、黒はこの白石を取りに行けないんですね。自分の方が危ないので。だから自分を守るぐらいなんですね。守って白も連絡して、まあこういうような相場なんですね。なので、こういう形になった時に、ここの引きにあった方が、まあ白が働いてる形ということがわかりますよね。まあ、ここに対して、だからこういうふうに打った時に、こういう手が決まってしまうんで、黒地が増えちゃいますんで、まあ、ここの地は、はっきり白が、損したかなと思いますね。なので、形勢不明になってるんですね。だから、この結構な損なので、地が。もう、一気に、黒が追いついてるんですね。で、分断して、これ分断されたら黒は1手いるんですね。で、ちょっともうここ繋がってる、ちょっと形勢がよく見てください、これ。形勢もう逆転されちゃってるんですね。だからここの
一手のミスでもう逆転されちゃってるんですね。だからもうここに打ってる余裕がないという、もうだいぶ白が損してるので、これが勝負手なんですね。こう繋がってる、もう余裕が、先ほどまでは繋がってて白がはっきり優勢だったんですが、もう繋がってる余裕がないということで勝負手打ったんですね。働いて守りに行ったと。ただもう形勢逆転されちゃってるんですね。だからここら辺がやっぱり寄せというか囲碁の難しいところですよね。でここに一手必要になってしまったのがね、まあ大きいんですけどね、めちゃめちゃ大きいですよね。ここね、やっぱ黒から切る手が先手ですからね、大きいんですね。やっぱ逃せないんですね。でここは受けになりましたね。次の手も大きいんでね。で、まあ、かなり形勢不明という局面なんですが、まあむしろ形勢ちょっと評価値はね、黒逆転したりもしてるんですが、ここの真ん中の黒が薄いので、ここの真ん中に対しての攻めがうまくいきましたね。覗きからここら辺つけて弱いので、ここの真ん中の黒地が減ったんですね。だいぶ減ったので、この攻めで白がポイント取りまして、また白再逆転ということになりましたね。で、出ることができまして、だいぶ黒地減ったので、ここは白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。これ出る手が成立してまして、これ分断する手がないんですね。分断されても大丈夫なんですね。例えばこういう割り込みが怖いんですが、割り込みに対してはここにぶつかるんですね。ここにぶつかると、このぶつかりが利き筋で、ここの黒が次に切断される手がありますんで、繋がらないといけないんですね。この白石を取って繋がると。なんか他のところ打ってますと、こっち打たれて、ここの黒が全部取られちゃいますからね。まずいんで、繋がらないといけないですね。で、繋がるとこっちから切りまして、で、繋いだ時にこっちに切って、で、ここにぶつかって、で、これで切断されちゃいますので、結局ここの黒が全部取られちゃうんですね。なので結論を言いますと、ここのぶつかりが利き筋なので、切断は成立してないんですね。だからこの白は繋がってるんですね。この状況で繋がってるんですね。でもしっかり、もうここ行ってしっかり繋がりまして、まあ、これ分かりやすく形を決めて打ちましたね。これ、ここに打ったってことはもう白は優勢を確信してるかなと思いますね。だからこういうふうに、白がどういうふうに打つかによって、形勢をどういうふうに思っているのか、現局面をどういうふうに見ているのかっていうのがね、わかるかなと思いますね。これは白は優勢確信してますね。で、この判断正しかったですね。で、これでもう先手を取って形を決めて、こちらの寄せに回って、まあ、白はっきり優勢と言っていい局面かなと思いますね。で、この対局は最後まで打たれまして、最後まで打たれて白の3目半勝ちとなりました。まあ、竹宮九段が地をね、徹底的に稼いで勝ったというね、一局だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。